ダグ・チャンドラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サリノス出身のオートバイレーサーである。1980年代から1990年代にかけて活躍した多彩なライダーとして知られており、アマ市場を4人しかいない、グランドスラムを達成したライダーの一人でもある。2006年には、アマモーターサイクル伝導入りを果たした。モトクロスで成功を収めたチャンドラーは、 その後に始めたオーバルのダートトラックレースでも頭角を表し、1983年にはアマのルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。ロードレースにおける最初の勝利は1988年のミッド・オハイオ、プローツインズクラスだった。1990年にはマジーカワでアマ・スーパーバイクのタイトルを獲得。同年にはスーパーバイク世界選手権にもスポット参戦し、 ブレーナードとスガオのレースで勝利している。1991年、チャンドラーはヨーロッパにわたってロードレース世界選手権への参戦を開始した。この年はヤマハのサテライトチームから出場してランキング9位を得る。そして翌1992年、鈴木のワークスチームに加入したチャンドラーはいくつかのレースではチームメートで、鈴木のエースであるケビン・シュワンツを上回る速さを見せ、 シーズンランキング5位を獲得した。1993年と1994年は、イタリアのメーカーであるカジバからグランプリに参戦した。1993年の開幕戦オーストラリア、GP で3位表彰台を獲得するという最先の良いスタートを切ったチャンドラーだったが、チームのサポートは、同じアメリカ人のチームメイトであるジョン・コシンスキーの方に集中しており、 カジバでの2年間は思うような成績を残すことはできなかった。1994年シーズン終了後にヨーロッパを離れ、翌年からはアマスーパーバイク選手権に復帰。ハーレー・ダビッドソンのスーパーバイクマシン開発を担当した1995年は結果を出せなかったが、1996年に古巣のマジーカワ先に戻ると2度目となるアマ。 スーパーバイクタイトルを獲得。翌1997年もアマ、ま、スーパーバイクチャンピオンとなり、フレッド・マーケル、レグ・プリッドモアに並ぶ3度目のタイトルを獲得した。1998年は、スポット出場した、スーパーバイク世界選手権ラグナセカラウンドで、大きなクラッシュを演じたにもかかわらず、ベンボストロムに次ぐシーズンランキング2位となった。 2001年まで川崎で走ったチャンドラーは2002年にはルカティのマシンで戦った。ランキング8位となった2002年がチャンドラーがシーズンを通してレースに出場した最後の年となった。しかし2003年にはこの年から始まったアマスーパー元にチャレンジし持ち前の多彩ぶりを発揮してこの新しいシリーズでも勝利を記録している。引退後はライディングスクールで講師をしている。 ありがとうございます。